はようございます、いつの沢翔です。本日は消費税の軽減税率の話をしていこうと思ってたんですけれども、ちょっとですね予定を変えて、たまには時事ネタっていうことで、 ZOZO がヤフーに買収されたっていう話があります。まあ皆さんご存知だと思うんですけども、これについてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。これ何が行われたかっていうと、簡単に説明するとですね、前澤友作 ZOZO の社長ですね、前澤友作さんが持ってる株、まあ 37% ぐらい ZOZO の株持ってるんですけれども、それをまあほとんど売却、8割ぐらいですかね、まあ 30% ぐらい売却しての、残り 6% だけ残して、残りを全部売却して社長も退任するっていうことになりました。当然これって前澤さんからすると不本意だと思うんですよね。要はね、これまでずっと順調に成長してきてたんだけれども、あるところで経営を失敗して取り返しがつかなくなるところまで来る前に、まあバイアウトしたという話になります。じゃあなんで失敗したかっていう話を、経営のプロの立場からお話ししていきたいと思います。大きな失敗点として2つ上がってますよね。まず1点目 ZOZO スーツ、そして2点目 PB、 それぞれについて分析していきたいと思います。まず ZOZO スーツについて、これ俺自身は持ってないんですけども、手に入れた人の話によるとですね、この ZOZO スーツっていう、ま、真っ黒の中星みたいなのがついてる、もじもじくんみたいな服ですよね。このスーツを着てアプリで写真を撮るんですね。バシャ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 、こう回転とかしながら10枚以上こうバシャ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 って撮るんですね。でやっと終わったと思ったらアプリ落ちちゃうみたいな状態だったらしいんですけれども、まあそのねアプリで写真撮って送ると、自分のボディのサイズが細かく出てくるというものらしいんですね。でこの ZOZO スーツを導入した目的なんですけれども、これって今まで ZOZO で買い物してこなかったような、まあアパレル通販で買わなかったような人たちを取り込むためですよね。要は実際に物を見てサイズを確かめないと買いたくないっていう人がまあ一定数いるわけですね。通販で買い物する人の方が当然少ない状況なんですね今は。なんでその通販でアパレルを買わないっていう人たちを取り込むために、 ZOZO スーツっていうものを無料で配ってサイズの不安をなくす、それが目的で ZOZO スーツを導入したとなんですけれども、そもそもそういう人たちってこんなめんどくさいことをしてまで通販でアパレル買おうって思わないんですよね。だからもともと ZOZO を使ってた人は ZOZO スーツねもらってその採寸してっていうのをやったと思うんですけれども、もともとやってなかった人たちってわざわざそのアプリで何十枚も写真撮って送ってみたいなことってやらないし、あれをやったからといって本当にちょうどいいサイズ作るのかっていう風に思ってる人も多いと思うんですよね。で、そういう人たちって俺もそうなんですけれども、実店舗でまあ洋服買うか、もしくは実店舗でサイズを合わせて、まあ欲しい色がないから ZOZO で買うとか、 ZOZO でスーツやってて ZOZO のが安いから買うってことはあるんですけれども、目的としてた新規は全然取り込めなかったんですよね。で ZOZO スーツは大きく失敗した、こけてしまったっていう状態になってしまいました。まあコストは結構かけたということなんですけれども、こけてしまいました。で2点目 PB なんですけれども、 ZOZO ってプラットフォームじゃないですか。なので PB やっちゃダメなんですよね。 PB って何かわからない人のために説明させていただくと、 PB ってプライベートブランドの略で、例えばあのコンビニとかイオンとかに PB 商品ってわかりますかね、あのイオンオリジナルブランドとかセブンオリジナルブランドの安い食べ物とか飲み物とかあると思うんですけど、あれの洋服版をやったということです。 ZOZO ってもともとその ZOZO で取り扱ってるブランドの集客力、ブランド力でお客さんを集めてたんですね。だから昔は結構ブランド価値の高い、高級っていうほどではないかもしれないですけども、それなりに単価の高い洋服を結構売ってたんですよね。それが商品のラインナップをどんどん増やしていって、楽天系とかね安いアパレルブランドをどん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 入れていった結果、客単価がどんどん下がっていったんですよね。でそうなってくると ZOZO 自体のイメージっていうのも下がってくるじゃないですか。もともと ZOZO っていいものを売ってたっていうイメージがあったのが、すごいなんか安物ばっかり売ってるみたいなイメージになってくると、お客さんもともとその高級なものを買いたかっていう結構高めの洋服買っていたお客さんって離れていくじゃないですか。でそうやって客単価を下げていったところで満を持して PB 自社ブランドを出してきたと。要はそれって高級ブランドの集客力で集めてきたお客さんたちに自社の安い商品をドーンと売ったっていうことですよね。そうするとそこに入ってた高級ブランドの人たちってもう ZOZO で洋服売る意味ってないんですよね。手数料も高いですし、勝手にセールやったりするし、安いものと一緒に売ることによってブランドの価値も下げてくるしっていう話があって、今年の初めぐらいからどんどんブランドの ZOZO 離れみたいなことが起こってったんですよね。もう ZOZO では売りませんみたいな。そうするとそのブランド目当てに来てた
お客さんっていう人たちがどんどん離れていきますよねっていう悪循環がどん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 進んでいっちゃったと。で、致命傷になる前に孫さんが助け声を出してくれたって感じですよね。まあそれでもね、前澤友作は ZOZO で面白いこといっぱいやってきてましたし、一時期は時価総額1兆円まで行きましたんで、本当にすごいなっていうふうに思います。自社株を担保にして2000億円借金してたなんて話も出てますけれども、今回の株のバイアウトで2400億円ぐらいは入ってくるはずなので、まあその残ったお金でね、月に行ったりとか面白いことどんどんやったりしてくれればいいのかなというふうに思ってます。個人的にはね、芸術にすごいお金使ったりとかしてたんで、すごいいいなと思うんですよね。これもエンターテインメント、サッカーで世界を取るって言ってますから、芸術もねエンターテインメントなんで、方向性としては近いものがあるなっていうふうに感じてました。前澤さんの場合はね、もう知名度もかなりありますし、 ZOZO を立ち上げた時に比べれば、スタートトゥデイですかね、もともとはスタートトゥデイを立ち上げた時に比べれば、全然簡単にもっとでかいことできるのかなっていうふうに思いますんで、今後の前澤友作に期待していきたいなというふうに思っております。一個余計な話をすると、なんか女優さんと一緒に月に行くっていう話あるじゃないですか。なんかそれ聞いて全然羨ましくないんですよね。なぜか普通女優さんと月に一緒に行けるって言ったら羨ましいなっていうふうに思うじゃないですか。なんでなんですかね。ショールームの前田さんとかすごいなって思うんですけどね。なんか前澤さんかわいそうって思っちゃうんですよね。共感できる人いますかね。井上康生とか錦織圭と同じ匂いがするというかね、下げ。本当に余計な話でしたね。ということで本日は短いんですけれども以上になります。次回は予定してた消費税の増税軽減税率の件についてお話ししていきたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。